い、皆さんこんにちは、加藤俊治です。キヨンテニスパーク、ということで、今日はですね、兵庫県の、三木市にあるビーンズドームにやってきました。このビーンズドーム、すごい選手がいっぱい練習してるんですけども、その中でも、超VIPな選手に今日は、撮影協力いただいてます。紹介したいと思います。加藤美優選手です。よろしくお願いします。成績を持ってるんですけども、なんといってもプロになってからの成績がぐーっと、やっぱりこう日本のテニス界を引っ張ってってるなっていう感じで、女子の世界でも、トップを走り続けてる選手です。同じ加藤なんですけども、僕の存在は知ってましたか？知らなかったですか？すいません。ありがとうございます。その答え待ってました。僕一応兵庫県出身で、あ、そうなんです。そうなんです。今日はですね、はい、本物の加藤はどっちだみたいな感じで行きたいと思いますので、片や僕は一方的に知ってて、初めて会うような感じで、はい、いきなり加藤勝負と言われてもどうなのみたいな感じですけども。今日はぜひどうぞよろしくお願いします。お願いします。まず1本目はちょっと見てもらうと分かるんですけど、コートラインで、コートの約16分の1に、区切ったところ2つスペース作ってます。ここにですね、まあ、1対1でラリーをしながら、一方がクロスクロスストレートで、バックハンドもクロスクロスストレート、まあ、よくやる練習の内容だと思うんですけども、そのクロスクロスストレートで3分間のうち何球入るでしょうか勝負。一方は台になってあげる感じ、はい、走るメニューで僕がついていけるかっていう話なんですけど、僕が途中で3分前ぐらいに力つけてできなくなると数が上がらないということになるんで、やっぱり3分って長いですか？長いです。そんなやらないです。だから3分、長いときやるときは40秒とか。あ、そんなのが効率的なんで、ちょっとじゃあルール変更しよう。一回一発で2分間に出して。ああ、いいっすね。うん、一発で2分間、どう？はい、あ、はい、いや、ベストパフォーマンス出してもらった方がいいんで。いや、僕は短い方が嬉しいんですよ。まあ、そりゃそうですよね。そう、いや、俺3分なんかどうしようかなと思ってたんで。2分間で何球入るか、はい、はい、っていう感じでやってみたいと思います。わかりました。はい、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ1本目よろしくお願いします。お願いします。これでコイン1個勝つと、1個勝つと1コインもらえるのね、はい、で2回目の試合も勝ちました、2コインもらえます、はい、3つ目も勝ちました、全部でマックス3コインもらえます。僕への罰ゲームとかもあったりとかして、で、ご褒美ってなった時にはこの中から好きなのを1枚選べると。松坂牛とかハーゲンダッツのセットとかっていう中から選んでもらえると。で、まず1個目ね、これで勝つと1つのコインがもらえるっていう感じです、はい、最初先攻後攻どっちがいいかっていうのをじゃあフィッチして決めようか。最初にその展開する方か台になる方か。じゃあいきます。じゃあフィッチダウンで、ダウン、あ、うわぁ難しいな。最初僕台になっていいですか？はい、私も台が良かった。なんでなんですか、ちなみに。アップがてらみたいな。あ、なるほどね。あ、はい、僕とだってテニスやってる、僕は知ってるけど僕のこと知らないから、はい、どれぐらいできるのか見てないもんね。加藤さんはちなみに見られたことがあります？何回も。あ、そうなんですか、はい、何回も。このくだりよくあるんですよ。相手、僕から知ってるけど相手は知らないっていう。やばい、ね、俺の方が知られてない。そうそう、やばい、これは勝てるぞ、はい、
行きましょうか。よし、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、十分きついね、はい、彼女のトップスピンが見てる観客の人から実際の打ち合ってみると全然もっとスピンが変わってる。マジでって。何ですか。 18ちょっと休んで、はい、俺行くね。どうでした。いや、きついです。で18でしょ。まあ、でもまあぼちぼちいったかなっていう。いや、ぼちぼち、うん、まあいけんじゃないかなって。いけんじゃないかな、はい、手応え的には。まあ、はい、台としてはどうでした。あ、よ、すごく良かったです。打ちやすかったです。あ、ついていくのに必死でした。よう3分言いましたね。いや、よく3分俺も言ったな。よし、言いましょうか。よし、じゃあ18本より上か下ですね。
終了でーす。あーよーし。出だし良かったのにね。出だし良かった。やっぱ冷や汗かいた。出だし良かったのに。出だし良かったけど、はい、いつもテニスしてる人のまずまずボールじゃない。とにかく深く飛ばすことが難しい。全然押されて、いやなんかいつもこの辺で打ってる打点がこの辺に、これ深くコントロールできないでしょみたいな。いや跳ね上げられたな。確かに跳ねさしちゃったな。跳ねさしちゃったね。いやということで1本目、18-14で、ミー選手の勝ちです。おめでとうございます。イエーイ、1コインゲット。1コインゲット。こうなんか跳ねさしてるってなんか、なんか私がフォアがもともとスピンがかかるので、てかスピンしか打てないんで勝手に。そんなことないでしょ。勝手に跳ねちゃう。そんな人います？勝手に跳ねちゃう。グリップって熱いの？いやそうでもめちゃくちゃ熱いってわけじゃないよね。はい、一緒です、ね、え俺より薄いけど。え、あ確かに こんなんじゃないの。こうじゃないんや。まっすぐ。え、これフォアハンド？はい。マジ？これぐらいやん。あ、そうですね、あんまり変わらないですね。いや、俺の方が熱い。ほら、ここでしょ。ちょっと熱くしてる。若干熱い。うん。え、それであんなスピン打てんの。まあちょっと跳ね方の差が。俺このグリップですっごいフラット系で打つのに。そうですよね。うん、持ってこましたね。結構すごいね、そのグリップでこれやってんの。マジか、すげえな。ということで1本目終了したいと思います。お疲れさんでした。あざす。ベースラインに行ってもらって、はい、僕ら2人ね行くのね。でどのタイミングかわからないけどボールがちょんと出ます。ドロップショット、はい、でカーって走ってきてキュ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 って取ってあそこに。10球限定、10球中何球入るでしょうか。で多く入った人の勝ち。取るだけじゃだからダメってこと。そこから取ってコントロールしないといけないって。そうですね、うん、こういう対決にしようかな。これどっちでもいいですか、入るのは。そう、例えばフォアハンドに来てギャーっていってストレートでもクロスでもどっちでもいいし、バックもストレートもクロスもどっちもいいし。で出す人はランダムに、はい、どっちに出すか分かんないけどフォアに出るかもしれないしバックに出るかもしれないし、どこに出るか分かんないボールを走っていってコントロールする。カツさん、カツさん、はい、全然聞いてないです。バイバイ。仲間。仲間。びっくりした今。はい、いきなり手振り、ずっと手振ってっていう感じで、はい、どこまで話したっけ。どっちでもいいっていうね。そう、はい、っていうので交互に一本美優選手がやったら次僕、はい、っていう感じでいきます。はい、合計20本、1人10本ずつの対決です。じゃあこんな感じで、はい、2本目よろしくお願いします。お願いします。はい、1本目。おお、すげえ。おお、あ、入った入った。はい、2本目。うわ、余裕や。2。いやー、入れるな。2本目。2。入った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 。3本目。早っ。3。早いわ。3本目。3。4本目。4。早っ。ちょっと待って、早いわ。4本目。5本目。5。早い。5本目。
6本目うわーあー右だ黒いとこやね6本目やばい7本目うわー入ったアウト入らなかった7本目加藤さん、今僕優しさ見せたのに深さが足りない早いわ8本目うわー、出たよおお絶対タイまで追いつく8本目よし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 すみません、今余裕でしたね4 9本目9本目やばいいやちょっと優しかったけど入ってないからねラスト10本目よいしょうわどうしたどっち今アウトよしって言っても俺の負けやねんお願いしてみてくださいよなんて1回入ったら2ポイント欲しいいえお願いしますはい2ポイントくださいはい、わかりましたよしもらったぞ、ちゃんといきますよいきますよいきますよラストはいあっ入った入った入った決めてきた延長戦サドンデスいきましょうかサドンデスミスった方が負けでミスった方が負け、OK もういきますよし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 プレッシャーいきますよはいよし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 入ったよいきますよあーよしちょっと待ってよしきつよしそれまーしもう一回すいません用意、ゴーあーよしアウトアウトはっあっ入ったのに今やば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 やり直しやり直しここでここの黒いところに iPhone にカメラに当たったらそのまま入ってますよ顔怖い顔怖いなんでストレート打たへんねんじゃなくてよし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 危ねえラストしたね、厳しい厳しい対決だったね自分で考えて企画してきたけど何ちゅうものを企画してしまったけどいや2本目も2本目も、加藤美優選手の勝ちですおめでとうございますはい2回あでもほんま足速いですねほんまに足速い2本目3本目からがすっごい速い、うん、女子選手でもめちゃくちゃ速い方でしょそうですね、ね、あんまり私より速い人見たことないいないよね、はい、外人でいるこいつ速いみたいな WTA のプティンシバとか速いですハレップとかも速いんかなあ彼女ハレップはどうなのその、うん、フットワークの予測の良さも含めてのあそれもあると思います、まあ、ただ単に速いんじゃないよね、うん、彼女はだただ走るだけでは絶対私の方が速いです自信を持ってすげえな普段フットワークで意識していることとかあるんですか？なんか注意してるとか。フッ
進行方向じゃない側の足をまず力入れなきゃ出せないんで、うん、こっちをこうやって行くんじゃなくて、うん、先についてから行くっていうのはかなり練習しました、うん、例えばどんな感じですか？その追い込まれてで、こっから戻りたい時にこう戻るんじゃなくて追い込まれてで、何進行方向じゃない足側にちゃんと体重乗せて、うんうん、蹴るっていう感じ。はい、なんていうかな、こっから行ってこうってことです。そうですね。の時にこっちを蹴らないと、はい、真ん中に戻れないよとか、はい、反対方向に蹴らないとこっちには行けませんよ、うん、っていうことよね、うん、はい、じゃあ前に走る時は後ろに出してからこう行くと、今の理論で行くと、ね、はい、一歩出してアンバランスを作って蹴りやすさを作って前に行くっていうことになるよね、はい、そうですね、うん、なるほどね、あ、うん、その一歩目を意識する、はい、あ、もう一歩目結構行ったらもう勢いに乗って足が回るのでその切り返しでどれぐらい戻れるかは結構大事ですね。なるほどね。それってさ、こう行くでしょ、バーンって行って蹴り出す時って大きく一歩、それとも小さく行ってこう速くするの、それ大きく、あ、そこら辺が多分ポイントに大きいね。大きいですね。相当大きいね。じゃあめっちゃ走った時って、うん、絶対オープンコートが空いてるから狙われやすいじゃないですか、うんうんうん、そういう時はもうここまで行ってこうやって、おお、すごいね、なるべく今なんかその一瞬が一瞬がスプリンターみたいだよ。今このところが加藤さんだんだん受け出してきました。いやスプリンターみたいだ今。そうなんや。逆にこう逆を突かれた同じところにまた来た時ってそう大きくいっちゃうと戻れなくない？めっちゃトレーニングしてるみたい。なんか彼女の全身がバネなんですよ。ああ確かに。なんかビヨンビヨンビヨーンって、はい、だからいつもこうビヨーンって言ってまたここにビヨーンって戻れるみたいな、なんか、はい、ちょっとあんまりよくわからないゴムのような。でもなんとなくわかります、うん、はい、バネの塊よね体が。ネット際って結構足のスライドとか使ってたじゃないですか、はい、ハードコートで、うん、あれって女性ってどうなんですか、珍しくないですか？いやあんま見ないね。いないですね。あんまいないよね。みんなどうなるかっていうとこうクッて止まるとか抜けるとかはあるけども、そうですね、そうそう、止まる細かくなっていくのが多いですね、うんうん、たはい。まあ私的には滑った方が次の動きが早いんで、そりゃ早いよ。ゆっくり行くよりも。逆に多分彼女ぐらいスピードが出てないと滑らないのよ。普通の女子の選手ってそこまでのトップスピードが出ないから、男子ってそこまで行くんですっごい速く走れるんでキャーってこう滑れるけど、だ彼女はそこまでのトップスピードを持ってるっていうことになると思います。ゆっくり行ったら滑んないでしょ。あ、確かに無理でしょ。そう、絶対だからそうスピードが出てないと滑らないから、それだけスピードが出てるって、うん、今日一で納得しました。何回言ったらこの話言うけど初めて納得した。もうなんかカメラこうなってしまった。ああ確かにと思って。ああ確かに。キュ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 って言ってますもんね、うん、ちょっとじゃあ、はい、休憩して3本目行きましょうか、うん、3本目、ね、はい、3本目はですね、このサービスボックス反面でバドミントンのゲームをしたいと思います。ボールが地面に落ちたらダメというゲームです。で、この枠内反面のサービスボックスのラインを割ってしまうとアウトっていうゲームです、はい、ただし上からバシーンとこう打つ、強く打つことはなしです。ちょんと触るだけっていうのがルールです。あの今日僕の意気込みは、家から出た瞬間に今日は加藤の名前をかけて戦うぞと、はい、いうことで今日来たんですけども、皆さん隣見てください、この顔。私が加藤だという顔でした。僕らだけですよ面白い。
ちょっと加藤の名にかけて、はい、じゃ最後ちょっと頑張りましょう。3本目見どころをね行ってみたいと思います。はい、はい、分かりました。はい、よろしくお願いします。じゃあ、加藤美優選手からのサービスで、はい、はい、5ポイント勝負。無理無理無理やば、1-0 これだ。加藤さん、いけますよ。よし、1-0。やばい、めっちゃ弱いかもしれない。でも確かに背の問題ありますよね。そんな変わんないよ。そんな変わんないよ。一ポイントも取らへんかった。やば。いや、気持ちいいね。これはまさかの完封勝利です。ダブルスで数々の戦績を残されてる。そうですね。加藤プロ。なんや、夢やったんかな。コツは何なんですか？これは先読みすることですね。もう完全になんか絶対にこうなった後は絶対ここなんで、うん、そこでもう一本それやられたらまた今みたい、今さっきのフットワークじゃないけど頑張って生き直さないといけないけど、基本前が開くんで、前をどういうふうにケアするか、後ろをどういうふうにうまく使うかみたいな、それがすごいキーポイントかな、うん、サイドはないんで取れるんで、別に、サイズ。へぇ。ったらよう喋るでしょ。勝ったらよう喋るんですよ。はい、よし。なんかちょっと、あれですね。あっさり終わりすぎましたね。すいません。もう一回いく？もう一回いこうかじゃん。ラスト、ラスト、ラスト。マジ？おえー来たー。なんか急に隠してた気がする。今さっき絶対そこに打たんかったけど。マジか。1-0。0-1。やりました。これで加藤の名前をキープできます。じゃあ3本目は、はい、3本目は、キヨンの勝ちということです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
で3本目の勝負も終わり、結果発表いきたいと思います。ミュー選手おめでとうございます。 2つのメダルを、ゲットしましたので、おめでとうございます。ありがとうございます。もう1つ、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、ここに3つのカードがあります。この3つのカードの中から2枚引いていただきます。よーし。ちなみにご褒美やったら何選ぶんですか？マンゴーです。あはい、おお。お、ご褒美とプロテイン、おめでとうございます。ゲットです。おめでとうございます。罰ゲームは入ってない、ね、罰ゲームしたかったっけ、ね、さあ、じゃあご褒美、はい、この中から選んでもらいます。マンゴー、フルーツタルト、ビール、ハーゲンダッツ。アイスもそんな食べれへんし、マンゴーにします。はい、わかりました。じゃあマンゴーゲットです。おめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ。どうでしたか今回戦ってみて。いや、楽しかったです。楽しかった。楽しかったけど思ったより疲れました最初のクロスクロスストレートもね、意外と疲れたしね。あれで汗吹き出ましたよね。吹き出たよね1分半にしとけよかったなということで、この対決を、これで締めたいと思います。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。何か面白い企画がありましたら、ぜひコメント欄にコメントください。私たちが必ず返信いたします。どうぞよろしくお願いします。